パス。はい。じゃあ、佐藤選手真ん中に、そして池上選手はこちらにお願いします。では、真ん中からお願いします。皆さん、こんにちは。声大丈夫ちょい声どうした？本当に声枯れてて。どうしたさっき試合で頑張っちゃったんで。そっち声枯れちゃったんで。頑張ったらだいぶ。佐藤健介です。花粉が大変みたい。レロファイオグチェシー、佐藤健介選手です。そして。ゲームジャージです。よろしくお願いします。声ちっちゃい。今あの音響さんびっくりしたと思います。声小さい。元気出して。はい、池上選手よろしくお願いします。そして岸田和人です。よろしくお願いします。お願いします。はい、FC バレンシモノセから岸田和人選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。ではどうぞ皆さんお座りください。率直にいかがですか池上選手。ね、急に振りました。一番 ね舞台裏でも出たくない。そう。俺に話を振らないでくれっていうずっと言ってた。何のためのショートークだったよね。急に振りますけど。いやいやいや、お前一人振るな。違う。振るのもマイク使ってもらっていいですか。確かに。振るのも。慣れてないな。みんなでトークショーするけどどうですか。ね、懐かしいメンバーでね。楽しみ。ちょっと待ってください。子供に喋るみたいな。どうですか。どうって聞かれる。楽しみですか。佐藤選手いかがですか。すごい岸田選手見れるの楽しみにしてたんで。ちょっと声やばい。声が気になって入ってこないような話が。ちょっとかわいそう、花粉が。ちょっとあんま振らないでください。そして岸田選手ですけどもね、はい、いかがでしょう。そうですね、正直昨日、健介さんと会ってるんで。健介さんがすごい僕 YAP の方の感謝祭にいて、しっかり会いに来てくれました。おお、優しい。その時はこんな声じゃなかったんですけどね。この一夜で何が起きた？この一夜で何かが起きた。家族で一緒に遊びすぎて喉が。家族で遊びすぎただけ。本当苦しそうですね、ちょっとね。まあ頑張ります。気をつけていただきたい。無理のない程度に。はい、思います。トレーニングマッチが行われたばかりということになりますけれどもね、トレーニングマッチいかがでしたか、お三方。ちょっと振り返っていただきましょう。じゃあ岸田選手から振り返っていただきましょうか。もう。コテンパンに、はい、ちょっとその話は思い出したくないですけど、はい、まあ本当に久しぶりにできてよかったです。楽しかったです。このピッチでもね。そうですね。うん、ウキウキして夜眠れなかったんですけど、はい、遠足前夜みたいです、ね。まあ7時間ぐらいしか寝てない。めっちゃ寝てる。すごい、十分寝てますね。寝てる。楽しかったですか。はい、楽しかったです。うん。お二人はいかがでしたか。まあはい、じゃあ佐藤。そうですね。本当にたくさんの方が見に来てくれたんで。まあ楽しくサッカーすることできましたし、まあちょっとカズと直接プレーできなかったのは残念ですけど、はい、たくさん見てもらえたんで良かったです、はい。雰囲気はね、すごいものがありましたね、池上選手。いや、油断しない。あ、終わったじゃないのよ。そうですね、やっぱカズくんの動き出しを見てたんですよ、今日。おおそこだけ見てました。パスしたいなって思った？したいなっていう、あれでちょっと見てたんですけど。アシストしたいなっていう気持ちが。さすがだね。ありました。マイク入れてもらっていい？マイク入れていい。ちょっと、喉の調子が悪い。違う、隣の人じゃない。いろいろ情報量が多いんだよ。混乱するよね。いや、もう僕も長いことジョージとやらせてもらって、はい、やっぱジョージがこういうタイミングで出してくれるなっていうのをやっちゃってくれるんで。ちょっと、いや、パリンが悪いみたいな感じじゃないですよ。別物で考えてね。じゃないですけど、やっぱその多分個人的な動きは特徴がちょっとありすぎるんで、うんうんうん、やっぱ長くやってないとうまく出せない、まあ、やっぱジョージとか、そうだね、健介さんぐらいだと出してもらえるかと思うんですけど、うん、どうですか健介さん、どうですか。どうすか。いや、振るなって思って声出ないよって思って。でもね、お二人からのパス欲しいですね。欲しいです。ね、しかもトークのパスはね、カズから出してんだけどね、答えてくれないんだよね。じゃあ、レロファにいた時もそうだけど、はい、下手くそなんですよ、パスが。トークのパスが下手くそだね。雑だよね。もうしんどいですよ、もうこっちも。クレーム。いやいや、僕昔あのクラブハウスにいた時は結構年配の人。マイク近づけてもらっていい？ちょっと遠いかもしれない距離が。年配の方たちと一緒の年配って言い方ですね。ベテランのベテランの方たちとどっか一緒の方だったんですけど。その時僕回してましたからね、トークで。めっちゃ笑ってたのに今すごい悪口言うじゃないですか。めっちゃ笑ってたのに。すべて気になっちゃう。
よく頑張ってたよ。でも多分ロッカールームでもこんな感じなんだろうね。ね、もうこのまんまなんだろうな。このまま絶対このまま。そして三笘選手はこうニコニコしてね、うん、聞いてるだけみたいな感じなんですか。そうそうそう。です。そうなんですね。なるほど。嘘つけよ。いつもロッカーでうるさいくせに。ちょっと、もうちょっと素を出していきましょう。せっかくですから。これが素です。本当に？はい。本当に？じゃあ素を出して、そのもらうような質問をのぞみちゃんからそう、私思ったんですよ。みんな喋りたくなさそうだから、はい、やっぱり選手にとって自己分析って大事だと思うんですよ。うん、なので、自分を動物に例えると、それぞれ何なのかなって理由も添えて、理由も添えてね。ちゃんと自分はどういう動物で、なんでこういう動物なのかっていうのを一人一人聞きたい。なるほど。じゃあいけるぞっていう方からいこうかな。先の方が言いやすいです。はい、あ、僕はもう猿だと思います。いやもう本当にいろんなことに興味あるんで、もうすぐ興味あるものにどん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 噛みつくんで。おー。これなんか猿を悪く言ってるわけじゃないですか。自己分析できてるね。そんな感じです。あ、でも好奇心旺盛でね。じゃあ今日のトークも全部。こういうところなんですよ。しんどいでしょ。どん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 来るわけです、ね。逃さないね。さすがゲッター。さすがゲッター。はい、僕はですね、自己分析ではそうじゃないと思ってるんですけど、まあ、自己分析でもいいですか。あ、どっちでも大丈夫ですよ。なんとなく自分で思う。いや、もうよく言われるのは僕馬って言われるんですよ。馬？はい、でも自己分析ではイノシシです。突進がない。もうそこに向かっていくしか思ってできないんで。ちょっと突進で。それ馬って思われているその理由は何なんですかね。その理由聞いたことありますか。顔。じゃあ来ました。なんか取られたっていうさっき佐藤選手が猿を言った瞬間に言ってましたけど。犬ですかね。犬。なんて家にもワンちゃん飼ってるし、はい、髪型も似てるって言われてたんですよ。トイプードル。あ、当時ね、はい。確かに。それも真似してたんですよ。あ、犬の真似してたんですか、はい、犬の真似して髪型決めるんですか。あ、そうそう。じゃあ、池上先生は犬だったんですか。犬です。あ、犬だったんだ。はい、犬だった。以上です。なるほど。じゃあ、それぞれ、やっぱこう、今二人に思うこと。ああ、うん。思う。いいですね。うん。だから、ジョージから、ジョージが今、ケンスケとカズって言った。あ、はい、どうぞ。やっぱ今積極的だね。あ、いやいや、あの先に言った方がいいなと思って、うん、まあ、ジョージ今日やってないですけど、やっぱケンスケさん、サッカーやっててやっぱうまいなと、うん、やっぱこういう選手がいたらいいなって、またやりたいなって2人には思います、うん、おー、はい、お聞きになっていかがですか。そうですね、まあ嬉しいんですけど、やっぱもうさっき言ったようにこう久しぶりに会うぐらいちょうどいいなってお腹いっぱい、大事なんだ。こんぐらいでお腹いっぱいかなって思ってます。うまそう、うま。トークうま。ただ裏で昨日はめっちゃ会えて嬉しいって言ってたのに。トークうま。全部バラすじゃん。全部バラす。全部いっぱいです。本当ですか。どうですか。今の聞いて。そうですね。まあ、僕はまたアシストしたいなっていうのが今日の試合を見てそうだったんですけど、うん、そこが、はい、あります。いかがでした、鳥海さん、そうって。一つじゃん、答え。さっきもそれ言ったじゃん。いいんですよ。いいんですか、それでいいんですか。どういう関係性だったんですか、池上選手と岸田選手は。怖かったです。え、カズ。あ、でもそうか。あ、でもまあまあまあ。レノファにいた時はもう、そうですね。そう。もう降りに出した。暴走マシーンなんで。そう。カズ怖いんですよ。あ、確かに。でもストライカーって感じで、マイク入ってくる。そうですよね。もう降りに出せって、そこしか見てなかったんで。そうね。前回じゃん。なんか所々切れちゃいますよね。電波？赤いから入ってる。入ってます。入ってます。入ってます。声が届いてない。あ、こっち向いちゃいけんのかな。え、大丈夫です。こっち向いて。いい。こっち向いて。いい。もう二人でやってる。いやいや、ちょっと真面目な話。いや、もう、あの、僕のこと怖がってるやついないですよ、本当に。先輩は。いやいや、お前誰もフォローせんかったよ。嘘嘘、もうクラブハウスでめっちゃいじるやん。なんでお前言われてるの。だけど多分プレー中とそのプライベートっていうか、オンとオフの場で怖い怖くないって多分本当真逆だと思います。ああ、やっぱプレーしてる時は怖い。怖い。ゲットセット貸しましょうか。自分点取れなかったらちょっとすぐ態度出ちゃうんで。ああ。はい、点取らせてくれれば
あ、なるほど、そういうことがあったわけですね。ボールが出てこなかった時とかに、おーいっていう感じだったとかあったり。ロッカーでは全然怖くないです。あー、なるほど、オンオフがね、しっかりしてらっしゃるということですね。じゃあちょっとお時間も迫ってまいりましたけれども、ちょっとお二人からもね、行きましょう。佐藤選手、じゃあこのお二人に対して。言いたいこと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 。何でもいい、何でもいい。いや、もうカズさんもちょっとお腹いっぱいなんでいいですけど。いいことないまあ、ね、ジョージはもう、本当に、ね、レノファの顔なんで、うん、早くピッチに立っていただかないと。そうですね。それだけです。いかがでしょう。感じにしまったんじゃないですか。感じにしまった。僕はもういいですね。いやいやいや、ありがとうございます。何を逃げようとしてる。何を逃げようとしてる。付き合いは逃げようとするから、逃がさないですよ。勝手に閉めるな。逃げられないので、お二人に対して言いたいこと、思っていることをどうぞ。そうですね、まあ、健介さんはちょっとロッカーがうるさすぎるので逆にでもうるさいんですけど、ちょっとロッカー静かにしてもらって欲しいですね。何を喋ってらっしゃる。もうずっと喋ってます。ずっと、はい、ロッカー反対側なんですけど、はい、こっちまでずっと聞こえてきます。へ、一生喋ってます。へ、何を喋ってるの。部屋中も喋ってます。え、何をそんなに喋ることがあるんでしょうかね。え、誰と喋ってる、一人で。いやいやいや、違いますよ。今みんな話しかけてくるんですよ、若い選手は。だからみんなに対応してあげてる。そんな感じだそうですけど。はい、らしいっす。それちょっと黙れないね。本当に話しかけられてる。自分から言ってんじゃなくて。自分から言ってるっす。言ってるんじゃないですか。僕ケアの時、あの、静かに受けたいんですよ。なのにちょっと横からとか、ずっとうるさいんですよ。じゃあ同じ時間にセッティングしない方がいいね。しない、ずらした方がいい。味物クレームじゃないですか。ちょっと黙ってもらってお願いしたいと。歴史田選手にはどうですか。そうですね、あの、ちょっとご飯に全然連れて行ってもらってないんですよね。あら、あ、連絡もくれないし。僕からもしてないんですけどね。してそれでしょ。まずそこじゃない。後輩からね、ちょっと、はい、ご飯連れて行ってほしいですね。いかがですか。大事なところで、明日とかはいいです。予定あります。あっさり断る。何これ、本当にちょっと、じゃあ何を見せることをね、ちょっと祈ってます。いつも通りだもんね、こんな感じ。行きます、池上選手から行きますか。はい、じゃあ行きましょう。今日はありがとうございました。引き続き応援の方よろしくお願いします。もうちょっとトーンを上げてほしいよね、最後。はい。今日はありがとうございました。声こんななんで、もう本当残り4試合とにかく頑張ります。よろしくお願いします。はい、では岸田選手お願いします。今日はありがとうございました。ちょっとバレーンの試合としては終わってしまったんですけど、まあ、引き続きサッカーしてれば会うこともあろうと思うんで、その時は応援よろしくお願いします。佐藤健介選手、そして池上ジョージ選手、そして FC バレーン下関からは岸田和人選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん大きな拍手でお見送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。